はい、ダービーサリオン98実況を始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。さて本日はね、大阪生まれのフリフリミックチュジューツを飲みながらやっていきたいと思います。今回はね、G1 の方はね、一休みなんで、予想の方やりませんけど、楽ですね、予想やらないとね。ね、今まで毎週ね、予想の方考えてね、今頃だから、今ね、6時なんですけどね、このぐらいからね、なんか、ババ見たりしてね、JRA 版で予想してたんでね、結構大変だったんですよ、意外とね。だからそのね、緊張感からね、解放されて、もう楽にね、ダビスターできますね。さて、始めていきましょうか。ダビスター久々かな。2歳は、服部くん鉄人ね。700万円。ちょっと、いまいちな感じですね。鉄人、葛城エースに秋床町。希少なんだね、だけど。希少なのはあまり育てたくないんだよな、俺はな。お蝶夫人、エミナミーナ。これもちょっといまいちな感じするな。頑張れ、クララの子供ね、早く走らせたいんだけど、まだ一頭も走らせてないよね。さて、畳の方はね、今何月何週?12月1週だ。もう秋のね、G1 シーズン真っ盛りですね。さて、畳は、スプリンターズステークスに向けてね、調整していきましょう。ウォッチャマくんもね、何かしらね、重賞を出したいなと。現状3200万円では G1 出れませんからね。朝日チャレンジカップとかないよな、この頃はね。出すレースありませんね。次あたりオープン特別出しますか。ディセンバーステークスかな、あれ。違うかな。サターンもね、サターンはちょっと調子が落ちてしまったんですね。このあたりもね、早熟タイプだと思うんで、あまり成長はね、期待できないかなと思うんですけど、どうですかね。カブツくんがね、ジャパンカップ勝ってくれました。調子崩してるよ、なんだよ、それ。有馬記念も大期待ですからね、回復してほしいなと。丸い出しましょう。丸いステイヤーズステークス出します。このままね、大きな怪我してしまったんで、ちょっと、ね、もう厳しいかな。ね。さて、3600メートルね、はい。村本さんっていうのがちょっと心配だけどな。あと、あさりちゃんね。あさりちゃん絶好調だね。何かしら使いましょうか。関西ってレースありますかね。1200m の重賞あるんだ。ね。CBC 賞ですかね。ね、この季節にあったんですね。ちょっと出すレースないんだけどね。ちょっと1200m 使いましょうか。CBC 賞ね。こんなんね、有馬記念の叩き台に使ったらいけないんだけどね、こんなレースね。使うレースないんで。何かしらね、叩いておいた方がいいと思うんで、使います。はい。リアルでこんなん使ったらね、有馬記念かかりまくるからね、使ったらダメなんだろうけど。ダビスタではそこまでね、考慮されてないと思うんで。ね。今日はね、土曜日ですけど、競馬やってないんですよね。日曜日、エプソムカップとね、エプソムカップ硬いんじゃないかなと思うんですけどね、ダイワキャグニーでね、やりたいなと思ってるんですけど、競馬ね、G15 連勝しましたけどね、それで安田記念当てて、ここ7戦6勝ですよ、どうなってるのかなと。だからね、僕ね、皐月賞終わった後にね、本を1冊買ったんですよ、競馬本をね。なんていう題名だったかな、忘れた。言わなくていいと思うんだけど、その本を読んでからね、ちょっと買い方っていうか、競馬のあり方っていうかね、なんて言ったらいいんだ、基本の基本ですよ、だからギャンブルの。そういう本を読んでね、その
おかげでなんか5連勝できたのかなって思ったりもするんですよね。だからね、競馬不調の方もおられると思いますけどね、そういう時って競馬本ね一冊でも読んで、ね、ちょっとリフレッシュしたらね当たるようになるんじゃないですかね。僕はだからもう競馬って言ったらね、もう予想方法とかよりも買い方じゃないかなと思うんですよね。うん、僕もだからね見ていただいたらわかると思いますけど、結構予想でね喋ってますけどね、喋ってることがね、全て当たってるわけではないんですよ。うん、結果的に馬券が当たっただけであってね。だからもう買い方をね一つ間違えたらね、いくら予想でいいこと言ってても外れるんですよ。うん、だから本当に買い方ってね重要だと思いますね。あまり言われないんですけどね、買い方が重要っていうことをね、みんななんかデータとかさ、ね、予想の方法を考えるんだけどね、予想理論とかね、それよりもね買い方でね、買い方上手い人ってだから競馬のこと知らなくても馬券上手い人っているじゃないですか。買い方はね本当重要ですよ。うん、まあ、こんな偉そうなこと言ってね、僕も多分反動来ると思うんでね絶対反動来ますからね。まあ、夏競馬になってきますけど、まあ、多分ね貯金を夏場に使い果たすことになるんじゃないかなと思ってるんですけど、僕は今のところだからプラス収支ですかね、今年度。うん、もちろんね、だから 4回目のプラス収支を狙いたいですね。うん、僕一応3回プラス収支になったことありますからね、年間収支ね。まあ、何面も言ってますけど、今回みたいにだけどね、一発でなんか大穴当てて儲かる時はあるんだけど、今回みたいにずっと勝ち続けるっていうのはね本当に初めてかもしれませんね。5連勝っていうのは本当に初めてなんで、粘ってくれ粘ってくれ。ああ、やっぱりスタミナあるね、周りにね。まあ、ただ何度も言ってるようにね、競馬が当たることによって視聴回数が伸びるどころかね、落ちてきてるんで、僕だから視聴回数が伸びた方がね嬉しいんでね。うん、まあ、金銭面でも、まあ、汚い話になりますけど、金銭面でもそちらの方がね大きいんでだからね、何とも言えない気分ですね。はい、僕はだからね、隠してるわけではないですけどね、言ってないことはたくさんあるんですよ。ネタみたいなことはねいっぱいあるんで、まあ、黒い闇を抱えてね生きてますから、そういうね、まあ生放送やってくれよっていう声も結構あるんですけど、生放送やったらやっぱりそういうことも話さないといけないのかなっていう感じがあってね。うん、だから、まあ、僕はいつかやりたいなとは思ってるんですけど、まだ時期じゃないなと思ってるんですよ。一応ね、考えてることっていうのはあってね、うん、こうなればいいなと思ってることはねあるんですけど、まあ、今時期じゃないな。うん、アサリちゃん人気ないですね。先行で行かせます。ライバルひしあきぼうのフラワーパーク、かなりの強メンツですよ。生放送とかねやれたら楽しいなと思うんですけどね。僕はやりたい気持ちはあるんですけど、昔やった頃はね、だから 2,3 人ぐらいしか集まらなくてねなんかゲームやりながらね、なんていうゲームだったの、 PS4 のね妖芸やりながらね、生放送やってたんですけど二人の方とね、なんか会話しながらやってたんですけど、ゲームできなかったですね競馬談義をしながらね、ゲームは全然できなかったね。うん、まあ、いい思い出ですよ、あれもね。うん、だから生放送とかねやりたい気持ちはあるんですけどね、ただね、僕もね、いろいろと、まあ、隠してることというかね、まあ、黒い闇を抱えて生きてるんでね、はい。まあ、そういうこともね、楽しく話せたらね、いいなと思ってるんですけど、まあ、現状はね、その時期ではないと思ってるんですよ。うん。シビッシュ9着。まあ、あれ負けないように出しましょうね。さて、問題はね、怪物くんです。うん、ちょっとね馬体がれてますけど、
まあ、これからね回復させていきましょう。はい、ちょっと軽くなってもいいよね、これもね。480の後半だよね、これもね。別途対象ね、故障だけはしないようにね。うん、丸いもね、アルマ記念使いましょうね。うん、サザンもね、回復してきました。これ、もうちょっと馬体回復しないとダメですよね。でも400の後半ぐらいかな、これ。ベスト体重。ね、408ぐらいでもいけるのかな。ちょっと覚えてないな。あ、ちょっと状態落ちてしまいましたね、おもちゃまくんね。これ出しましょう。ね、ディセンバーステークスですね、はい。まあ、福永雄一ジョッキーね、ダービージョッキーのね、ゆうちゃんに乗っけましょう。平成のゆうちゃんといえば福永雄一ジョッキーね。まあ、畳はね、これね、スプリンターズステークスでもう最後のね、レースですかね。もう絶好調にしてもいいんでね、はい。もう合わせ馬やっておきましょう、はい。うん。まあ、翌週ね。翌週とって言いたくなるんだけどね FIFA 変えましたよ。 FIFA18 年サッカーゲーム。僕はね、だから実況最初始めた頃はね、最初の頃はサッカーゲームやってましたからねなんでサッカーゲームの実況やってたのかなと思うんですけどね。サッカーやってたわけでもないのにね。あ、おぼっちゃまくん人気ありますね。先行で勝ちましょう。FIFA18 でね、またね、サッカーの勉強してね、ワールドカップ、僕は見ますけどね、あまり日本には期待しないんで、外国のね、サッカーを見たいなと。まあ、にわかですけど、ワールドカップだけは見るんですよ。うん。だから僕はだから NBA とかもね、昔見てたんで、バスケットも好きなんですよね。スラムダンクからね、入った口で、ジョーダン見てましたよ。だからリアルタイムでね、ジョーダンも本当に神様だなと思って、トンネルズのね、石橋貴明がね、年下で叶わない相手がいてね、世界で二人いると。一人がマイケル・ジョーダン、そしてもう一人がサンデー・サイレンスってネタにしてたでしょサンデー・サイレンスには叶わんわな、そりゃな。うん、さて、伸びがない、スピードがない。ライバルね、2000球、3000球、3、まあ、勝てるでしょ、これなら。ねえ。よし、完勝ですね。まあ、これもね、アリマ使いたいんですけどね、アリマ記念何頭出しできんのかな。あ、まあ、でも状態落ちているんでね、無理でしょうね。よし。うん、お坊ちゃまくんも、早熟って言われてましたよね。あまり期待できないと思うんだけどね。さて、畳のね、スプリンターズステックス。今回、アルマ記念までやりたいですよね。絶好調にしましょう。今だから、NBA って言ったらね、レブロンがすごいんでしょう、レブロン。勉強しましたよ、だから。楽天のね、年間パスっていうのかな、入るかなと思ったんですけど、年間パスじゃねえ、月額980円で入るかなと思ったんですけど、無料のね、ダイジェストは見れるんで、あれでね、楽しんで、あ、絶好調にならなかったね、これね。ちょっとね、名前、選手の覚えていってるんですよ。ステファン・カーリーでしたっけ？ね、レブロンとか。藤田ジョッキでいきましょうね。男藤田。レブロン、ステファン・カーリー。それしか出てこない昔だったらジョーダン、ピッペン、ね、お、バークレー、名前出てこない、全然だオニールとかね、シャックとかね。今だからセンターのね、守備位置がなくなったって話を聞きますよね。センターの存在がなくなって、みんなスリーポイント打てるんでしょう。僕はレースじゃねえよ。ゲーム、試合ね、一試合丸ごと見てるわけではないんで、よくわからないんですけど、ね、なんかみんなスリーポイント狙うようになって、
バスケが変わったって聞きますよね。丸い出しましょうね。これまあスタミナあるからね。あ、絶好調だね、これね。出しましょう。あ、次や。間違えた。ごめんなさい。まだアルミゲインじゃねえや。あ、怪物くんも回復してきましたね。うん、よし、OK。まあ、サターンもね、サターンも出したいんですけど、アルマ記念出れますかね、ほんま。ボッチャマくんは落ちるよね、畳。ね。よし、行きましょう。引退レースですね、畳のね。入れ込んでるか。まあ、先行で生かすしかないよね。もうズブサがあるんで、先行で生かせます。まあ、爆心王、ヤマニンゼファー、フラワーパーク、待機シャトル。まあ、メンツは揃いました。まあ、故障だけはしないようにね、繁殖にももちろん期待してるんで、ただ距離はね、持たないですかね、これはね。オークス2着馬でしたっけね。オークスはなんで距離持ったんだろうな、これはな。あ、頑張れ頑張れ頑張れ、やっぱ伸びねえや。ね、伸びません、スピードが。頑張れ頑張れ、もう入れ込んでたらダメだよな。まあ、仕方ありませんね。よく頑張りました。まあ、G12 勝ですけどね。まあ、あと一勝したら殿堂入り確定だったんですけど、まあ仕方はねえなと。11着。まあ引退ですね。繁殖牝馬空いてないか。あ、これ拡張したから空いてるよね。これいけるよね。うん。引退させましょう。はい。ね、わかめパンツの子供なんでね、期待ですね。はい。まあ、そしてね、有馬記念です。おぼっちゃまくんは、まあ、賞金で弾かれるな、これはな。サタンが出れないかな、これギリギリだよね。まあ、菊花賞4着、まあ、有馬記念で通用するような能力持ってないかもですけど、まあ、出しましょうよね。まあ、弾かれそうではあるんですけど、出します。もちろんね、アルム記念まだね、取ってませんからね。熊ちゃんで行こうか。ね。カブツくん。うん。まあ、この状態でいいでしょう。馬なりでね。軽めの調整の方がね、入れ込まない可能性があるのかな、わからないけど、ダビスタでそこまで設定されてるかわからないんで、状態良しですね。はい。うん。なんで？あ、まあ、的場さんで行きましょう。ミナイさん乗ってくんでんだ。ブラリアンから。ブラリアンじゃん。ブライアンから。あ、丸いが調子崩した。なんだよ。アサリちゃん出します。まぁ、ちょっと輸送になるんで、ちょっとね、馬体がれてますね。前走シビシオね、9着ですから、ちょっとね。まあ、距離はね、こっちの方が合ってると思うんでね。ちょっとてっちゃんから変えますね。えびしおさんもいるし、乗り換わりは江戸がいいってね聞いたんで、江戸ジョッキーでいきましょう。はい、江田さんね。調教しましたっけ。よし、行きましょう。翌週入り込んでる。ああ、もう大丈夫かな、これな、心配やな。ベガツインターボロイヤルタッチ。あ、トップガン出てきた。トップガン。ブライアン、やっぱり。ブライアンや。アサリちゃん。あ、サターンも出てますね、これね。入れ込んどるなぁ。サターン、入れ込んどるわ。みんな入れ込んでるわ。参りましたね。まあ、怪物くんもちょっと入れ込み気味なんでね、苦しい形になるかもしれません。アサリちゃん無印。サターンも無印。まあ、レース行きましょう。期待はね、怪物くんですね。はい。
おいおい。ね、リズム遅れてますけどね、僕のリズム感が悪いせいじゃありませんからね、遅延ですからね遅延ですよ、環境によるね。ちょっとここだ、怪物くん後ろすぎるやるけど、なんでもそんな陰の高音に入れてどうすんのね、直線短い中山なんだからさ、それで外に出せるの、それ参ったな、これスローペースやしさ、もうハイペースだったらいいけど、これスローペースじゃん。そのスローペースでもうインの後方って最悪の位置だよ。うまく外出せればね、いいんですけどね。そういう器用さがね、あるかどうか。ちょっと苦しいですね、これはね。曲がっていきな。もう外に出してね、上がっていけない、もう道中さ、ロス省いたんだからさ、勝負どころは外に出さないとダメだよ、もう上がっていかないとダメだよ、これなんでそんな後ろから行くの、これダメですね、やっぱり乗り換わりのね、ダメだこれ、もう最悪の競馬だ、ローレルやわ、ローレル、ダメだよそれ、サターンかなあれ来てんの。まあでもでもこれ前残りだよね。あれの記念前残りだからさ。結構頑張っ、サタンが頑張ったけど、もうダメだよ、あんな怪物か、あんな騎乗したら。まあ、がっかりですね。最後伸びてましたね、怪物くんね、的はジョッキー。サタンが4着っていうのはね、頑張りましたけどね。まあ、サリちゃんも引退やな、これな。まあ、というわけで今回ね、これで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。